今日からこのクラスの副担任になる水野だ。よろしくな。夕方から始まる夜の学校、定時制高校。ここに集まったのは問題を抱えた不器用な大人たち。無理だ、ボーン。バカだから勉強するんだろうがや。院長ってマジ学校好きだよね。ずっと夢だったんです。どうしたらいい先生になれるんですか。俺はいい先生なんかじゃない。教師は黙って勉強だけ教えてりゃいいんだよ。今更あんなところに通ってどうするつもりだ。神様はね、乗り越えられる試練しか与えないからね。定時制が調子乗ってんじゃねえ。じゃねえぞ。解決できない問題から逃げ出したかった。俺は最初から学校ごっこなんかする気ねえし、勉強だけ教えてもらえればいいから。夜の学校が、クラスのみんなが少しずつ僕らを変えていく。そうやって僕らは忘れていた青春を取り戻すんだ。大人が勉強して何が悪い。ワンモア。